おお、ひさひで。その男を連れてきたということは、ついに来たるべき日が来たのだな。ひどく待たせてしまってすまないな。だが、それだけの価値はある人ときと保証しよう。世にもその方にとってもな。 ああ、もう待ちきれぬ。早くその男をよこしてくれ。無論いいとも。さあ行け風魔、帝と共に奏でたまえ。無血の妙、 不足の美、その二つが響き合うとき、いくつの心が生まれいずる。今日は旅曜日。やったな、お家に帰りたいな。見たまえ。 あの者に鉄槌を加えるてみろ。ここ緊張と回転で目が回っちゃうな。戦で爆走は面白かったそうじゃ。大当たりは多いよ。岩木肉踊るはおまはんのか。こちらも気を入れ直しましょう。 この盤上に老いの次元が見えそうじゃ。おまはん、ちょいと手伝ってくれんね。 世がもたらせし鉄火のよう、楽しんでくれているようだな。民よ、将よ、のしてる様の意のままに燃えよう。撤退を進めよう。私の手間が省けて助かる。兵から生じる闇か。まあ、ありがたい。 おっと、すまん、指を鳴らしてしまったよ。己が望みのためだけに一匹の鬼は作った。閻魔の仕業中にはちいとやりすぎねえ。あいにくだが、ケイと違いこうでもすれば満たされなくてね。目が覚めるような予感先よ。 一歩前進といったところだな、トマよ。いやあ、ガボー、やめ、だー。その調子だ。どうだね、帝。私の勝は見事だな。早い、うまい、そして強い。 行きなさい、宗。ここで帝に恩を売り、あわよくば信者にするのです。よい、でございます。相変わらず無茶苦茶言うな、この人。では先へ行かせてもらおうか。炭を眺めるたしなみなど持ち合わせてはいないのでね。 何も喋ってくれない。きっとわしみたいにいろいろ考えてるんだろうな。そこ向きに
ラッドのお土産一番人気ジャンボザビーグッズ。ヨシテル様を忍びに物など何をどう考えても存在せぬわ。 たる美の長寿や妖で、あなたは本当に幸せですか。ならばザビー様の愛を教えましょう。世への中心、会議である。たれぞ、あの者を熱く弔ってやってくれ。 おっしゃる通り。いらないな。さすがはその方が育てた男だ。風魔小太郎となこれはたまらないな。ああ、それはすでに風魔ではないよ。彼の名称は不足の美だ。覚えておいてくれたまえ。 胸茂殿と共に戦えるとは。おいの声援もよろこんだろう。おい、手前の雷霧も互いの獲物を響かせて荒れ狂う天となりましょう。風魔に任せておきたいところだが仕方ないな。深夜ムクロ相手に嘆き続けたぜ。何ら好転はせぬぞ。はっ、ジョイミ。 おお、戦場が回っておる。ヨシテル様を軸としてな。やった、気合い。やった先にこそ誠の映すな。これで我が軍は随分不利になった。次の一手はどうする、友よ。皆、よいのか。友が好き勝手暴れておるぞ。かくなる上は。 賢き友よ、それを見せてくれるのだろう。まさか余が機会を与えられる側に回ろうとは。<笑>楽しいな。 おかしいな。なぜこの胸に何一つとして響いてこない。ありて焦りし、
空虚の友よ。合わせ、定めの旋盤を。兵から生じるもの。楽しんでもらえているかな、友よ。そうだな。ここでも少し趣向を凝らしてみようか。僕にも似た男とどこかで会った気がするな。風魔の遺憾だったのか、あるいは手札の誤りか。こんなものか。なかなかに面白い立ち合いだったぞ、友よ。喜んでもらえたかね。それは何よりだ。しかし、いささか木産を誤ったやもしれないな。ん？刑のすべてを響かせる、映し出せるのは彼ではなかったということだ。そう、ちょうどもう一人心当たりを思い出したよ。ほう。では。ああ。今しばらくのお預けだ。時を超えて繁栄を極めるのであった。